に始めるにあたって、まず、20周年ソウルキャリバーの20周年プロジェクトっていうところの、集大成っていうものにしたかったっていうのが一つあります。で、また、ソウルキャリバーこの後今後どうしていくのっていった時に、プロジェクトソウルっていう中の開発メンバーがいるんですけれども、やっぱりこう続けていくためには、次のタイトルを立ち上げていかないと、もう本当にソウルキャリバーがこのまんまだと、ブランドとして終わってしまうかもしれないっていう危機感もあって、20周年プロジェクトの集大成ということでソウルキャリバー6というのを企画を立ち上げたという経緯になります。 Part of my personal gaming history, and I know it's a part of yours as well. I mean, there's always been this connection between Soul Blade or Soul Calibur, the original titles, and Tekken as well. And Okubo-san, you actually worked on Tekken 7, so I was kind of curious if there were any 内開発のソウルキャリバーと鉄拳社内で開発してて、この2つのチームってすごくライバル視してて、いいところもいっぱいあるんですけどね、そのこっちがこうやったらこっちはもっと上こうみたいな、ただ悪い面もいっぱいあって、そこら辺のそのそれぞれの文化とかポリシーはしっかりと踏まえた上で、情報共有いろんなもののですね、やっぱりいろんな、根底においてもですね、鉄拳でこんなことしたからソウルキャリバーでこんなことやってみたらみたいなところの情報共有は、私が上に立ってしっかりやろうかなっていうふうには思いました。でチームビルディングっていう意味では、そこまでなんですけど、ゲームシステムという意味では、当然鉄拳とソウルキャリバーの一番違いって、拳と剣の違いっていうのがあって、やっぱり多分なかなか私にはやっぱりこの拳と剣の違いっていうのは徹底的に突き詰めたいなというふうに思って、ソウルキャリバー6を作る。That's good stuff, and I know Tekken 7, well, a huge fan of that game. It's the best one in years, actually. They went through actually an engine shift, graphics, the rendering technology, and we are seeing some, if I may say so, some mighty fine graphics work here with Soul Calibur. The graphics and the rendering tech in a little bit of a different way here for Soul Calibur 6. いろいろ検討はしたんですけども、現時点ではやっぱり、エピック社の、アンリアルエンジン4。これがやっぱり一番いいのかなということで、今回アンリアルエンジン4を採用しています。描画実は、このソウルキャリバー6って、社内でプロジェクトコードで呼んでたんですけど、ルクソールっていうプロジェクトコードの名にしてたんですね。でこの意味はルクソールってルックス の光の起源の単語なんですけれども、光この光の表現をどうするかっていうのにすごくこだわって、一つチャレンジだと思ってそのプロジェクトコードネームにしました。で見ていただければ分かるんですけど、その今回ソウルキャリバー1 の明るい画面っていうのをいかにこう出していくかっていうことにチャレンジしています。明るくすると結構光が全面的に当たっちゃうんで、描画負荷が上がったりとか結構チャレンジングなんですけれども、あえてそこにソウルキャリバー1のような明るい画面を出したいなというところで、画面の方向性、アートの方向性ですね、それを決めたという形になりますね。Just kind of dialing a little bit more on the gameplay that we're seeing here, because this is some first gameplay we're checking out here, extended battles, Soul Edge. So what can you tell us about how all of that works? リバーサルエッジの説明なんですけど、やっぱり剣と剣で戦う時って剣と剣で戦って多分一番興奮するのってどんな時かっていうと、自分が剣豪の気分になれた時だと思うんですね。来てもう鼻先ギリギリで避けて、でできればその瞬間はスローモーションになって、で相手にこう切り返すっていう、でその簡単に剣豪気分になれるっていうシステムを作りたくって、このリバーサルエッジというものを開発しました。まず非常に、簡単に出せるですね、リバーサルエッジというのが。それから、最初に発動すると相手の攻撃を、上段だろうが中段だろうが下段だろうが全部防いでくれて、それで切り返すっていうシステムになります。その後に、特殊三すくみっていう形になるんですけれども、実はこの特殊三すくみは、これまで皆さんが遊んでくれた
ソウルキャリバーの特殊サンク仕組みっていうのを、まあ、非常に簡単に理解できるような仕組みになっています。そういう意味では初めてソウルキャリバーを触れる人っていうのはまず入り口としてこのリバーサルエッジから始めてもらえればなというふうに思っています。 That's cool and it's obviously visually very impressive as well, which always helps. So, it's got a really unique control system. It's got a button for horizontal slashes, a button for vertical slashes, a button for kicks, guarding, eight-way run. So talk to me a little bit about how sort of those fundamentals of the control system, is that going to play pretty familiar? バトルはできます。もう少し具体的にお話しすると、ソウルキャリバー2のような速いレスポンスっていうのと、まあ、ソウルキャリバー5で一旦やっぱりバトルとしては完成形を見たっていう、他にもいろいろなバトルシステムは入れています。でリバーサルエッジの結構いいところばかり話してるんですけど、まあ、当然リスクはあって、で多分上手くなっていくとそのリスクっていうのも分かってきて、まあ、他のシステムも他のバトルシステムもそうなんですけども、やっぱり基本的にはレベルが上がっていけばいくほどこれまでのソウルキャリバーの戦い方っていうものにどんどん回帰していくっていうような作りになっています。もう一つだけ、ソウルキャリバーの20周年プロジェクトの、まあ、集大成っていう意味では、これまでソウルキャリバー遊んでくれた人たちのファンの人たちは絶対裏切らないバトルの手触り感になってます。 Well, that's great. That definitely helps me out. Completely beautiful. It looks completely faithful to what we've seen from the series, but I like, you know, the focus on just making it an accessible experience for people, bringing in new fans. I think it's really, really important. So... って答えないと、他にも好きなキャラクターいるんですけど、それ言っちゃうとバレちゃうので、他のキャラクター何が出るかっていうのは、まあ、他のキャラクターは順次公開していきますんで、もうちょっと待ってください。Well, we don't want, you know, I'm dying to see what the new characters are, see more of the mechanics, see more of the stages. Now, I'm dying to actually get my... 2018年の早い段階にお届けできればなというふうに思ってるんですけれども、そちらの情報までもう少し